こんばんは。サバ。こんばんは。マグロ。さ。味。これなんだ。これなんだ。魚編。魚編ギフト。こんばんは。今日は気分が上がりません。今日なんかあかん日。そう。あかんでじゃなくて。あかん日。オンラインチキサイン会あいこじ3セット申し込みました。なんかそんなん言われたらちょっとだけ気分が上がりました。ありがとう。でもなんか気分がなんやろう、もやもやするっていうか、いろいろ引っかかります。いろんな言葉が今日頭の中でぐる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 回るし、なんか特別なんかあったわけじゃないんですけど、自分の考え方がめっちゃネガティブです。くる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 、その時もあるで、みんなにもありますか？そんな自分も大切にだよ。ありがとう。あるある。本当？なさそう。みんなうまくいってそう。
私以外私以外悩んでなさそう そんなことないか。聞いてください。昨日ね、眉毛を別にそんな細くするつもりなかったんですけど、眉毛の形を整えたくてね、ここの辺をねちょっとねこうシャッ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 ってやってたんですね。そしたらジャッってなって、ここ今描いてるから分かんないと思うんですけど、ここ一部眉毛がなくてですね、だからすっぴんになったらここがへこんですごいねへんてこ眉毛なんです。今はメイクしてるからここ書き足してるかは分かんないですけど、そうヒュッてやっちゃったの。しかもそれ電話してた時にさ、あそういうこともあるよね、じゃあみたいななって、何も書いてなかったらね、ここがねへこんでます。だからここでこの一本、これでここの前髪一本で隠します。そう、行く眉しないといけない。でもまあ眉毛ってそんなさですよね、すぐ生えてきますよねすぐ生えてくるでしょう。皆さんギフトありがとうございます。ちょっとね配信が久しぶりになったんですね。香川の日夜遅くてすぐ愛媛に移動したんで配信できなくて、で愛媛も愛媛の公演も終わった後すぐ広島帰ったんでめっちゃ夜遅くて配信できなくて、でもね昨日は配信はできる状態だったんですけど、個人的に精神衛生上多分配信しちゃうと爆発しか出なかったので今日に回しました。3日ぶりの配信です。皆さんでも香川も愛媛もね、私を応援してくれてるファンの方に会えてよかったです。配信待ってたよ、ありがとう。四国の公園に来られなかった方以外は私が何をしてたかわからなかったですよね。配信もなかったからね、公園どんな話をしたのか。こんばんは、白ふくろさん、かわいいギフトありがとう。バクレスであと5年生きていけます。そうですね、ツアーは結構
練り歩くかな。頑張って見つけるようにはしてるんですけどね。そしてレスをするようにしてる、頑張ってるんですけど、今週はしっかり愛子城目に焼き付けます。あ、広島だったら来てくださる方がもうちょっと増えるのかな。愛媛行けて幸せだった。ありがとう、ありがとうね。現役 JK 姿見れてよかった。水色セーラーの衣装着た時のことですよね。そうなんですよね。 STU のあの水色のセーラー服を着るとき絶対春夏秋冬するんですよ。そういうジンクスっていうか、まあそもそも MV があれでやってるしね。香川愛媛見つけてくれてありがとう。どういたしまして。こんばんは。広島ツアーが昼夜行く。おお、プレミアムシート、え、めっちゃいいね。ありがとうね。ラップタイム輝いてる、ありがとう。ラップタイムは楽しいです。近づく美しいあの街、はい、青春できましたね。香川愛媛でも青春のラップタイムできました。ラップタイムめっちゃ良かった、ありがとう。嬉しいです。多分気づかないと思うんですけど、前髪の量を増やして、前髪の量を増やした、増やしました。ニコニコの愛子さん見えてよかった。青春のラップタイムやってる時はね、もう中学生ぐらいだと思って踊ってます。ギフトありがとうございます。そうら、青春ねしてる時にね、カメコタイムではないので、撮ってもらいたかったんですけどね、カメコタイムではないんですよ。さて、広島山口でも青春できるのか。さてどうなんですかね。さてどうなんでしょう。いや、もう3県来たからね、行ったからね。あと広島、山口、徳島、
岡山、今週が終わったら残すところ2件今週は3、1、2、3、4、4公演ありますね。頑張るぞ。お、マグさんからいただいた猫はアジでしたね。ありがとうございます。広島、山口、徳島、岡山、ぜひ皆さん来れる件あれば来てくださいね。来てくださいね。待ってますね。はい、広島が今から楽しみ。私も楽しみです。ツアーね、楽しいですね。なんか出番はやっぱ人それぞれ多い少ないあったりちょっとばらつきあるんですけど、でもなんだろう、結構そのメンバー同士での待機時間のやり取りとかもすごい楽しいし公演とはまたちょっと違う感じかな、ね、3日で4公演ね、すごいよね。個人的にバスでの移動がすごい楽しくて四国とか行った時はバス移動の中とかがすごい面白いですね。まあ大体寝てたりするんですけど、サービスエリアでなんかノリで同じガム買ったりそんな些細なことなんですけど、愛媛の着替え部屋の裏話ですか。着替え部屋の裏話、青春です遅れた青春、遅れてやってきた青春。衣装部屋までの距離が遠かった。あ、そうですね、遠かったです。愛媛は、うん、遠かった。もうなんか持久走なんかみんなずっと走ってたマラソンみたいになってたカカオの日はめっちゃ朝早かった。何時集合だったっけ、6時台だった。めっちゃ早かった。こんばんこじ、
なんかでも楽屋のカメラとかがあったら面白いだろうな、素のメンバー見れたりダッシュしてるメンバー見れたりカメラが、ね、入ってたら面白いだろうね。定点カメラ、そうだよね。なんか特典映像でねあるとねいいよね、そういう 裏側みたいな。ぼくぼくはオリジナルメンバーしっくりくる。あ、そう、ぼくぼくもね周年ツーコンサートでやってます。スタジオでもやってるんですけど、まひなさんの桟橋から飛び込んで海を泳いで渡ろうがね本家ですよねあそこすごい耳に残る。私が歌ってるところは、どこで誰と何しているのか、恋は疑り深いです。それならいいそう、今すぐにでも君の元へ駆けつけたい。私ここのパートを担当したかったな。それならいいそう、今すぐにでも君の元へ駆けつけたい。ここ歌いやすい。なんかさ、そして人は無力と思い知る、花だれのいつもユニットでやってるやつあるじゃないですか。あれもさ、今僕にできることってよりさ、夕凪を待つことだけかのところがいい。なんか私ね結構ね歌ありのその担当パート、うん、担当パートがさ、なんだろう、中継なんですよ。中継ショート、野球でいうショートです。ポジションショートって感じそう、その中継パートなんです。私よく多いんですよくあるんです。だからなんか ねそういう印象にインパクトがある部分を担当してみたいなって思う時がだからあれ好き、あれは結構すがすがしい気持ちで歌える、青いレモン
水道の水でジャブジャブと洗ってそっとかじった。でもさ、無謀な夢、無謀な夢は覚めることがないからさ、私実はシングルで、それ以降のシングルで何かしらの楽曲に参加してるんだってふと思いました。なんか周年コンサートのセットリストこうの楽曲とかこう見てたら、なんか無謀は僕らの春夏秋冬で参加してて、独り言はそして僕は僕じゃなくなるでカップリングで参加してて、あ、その前の重恋は思い出せる恋を使用で2期生バージョンにあって、でヘタレタチオで初の選抜で選ばれて、で花だれもあって、花だれは花だれのものと、そして人は無力と思い知るで息をする心と、君は何を後悔するのかと、そして新しいリード曲の愛の重さと、何気にねずっと何かしら楽曲に参加できておりまして、すごいありがたいなって思いました。感謝です。やったね、やったね。やったね。やったね。早くね新公演始まってほしいね。あるのかな、今年はちょっと新公演始まってほしいなとは思うけど、何も聞いてないですね。どう思う、みんな的に。NMB さんね、始まったね。新公演ありそう。このやっぱ。正直ですね、鼻だれ飽きました。今日は NMB さんが新公演。あ、今日からなんですか。うん、広島で発表あるかな、どうなんだろう、
運営さんは、運営さんはどう考えてるのかな。皆さんなんか希望のさ、なんか意見箱みたいな、なんかいろんな意見を届ける箱みたいなありますか？ ST ってそういうのない？それにあのめっちゃ言いまくってください。新公演新公演新公演お願いします。新公演始めてください。何ですかそういうの、あるんですか？目安箱ですかね、そういうのあったらいいんだけど。STU は公演後のアンケートはない。他のグループさんはあるんですか？ AKB グループは支配人部屋があってそこでやり取りできた。そうなんだ。秋元先生に直訴。秋元先生も大変ですよね。でも支配人部屋っていうのがあったんですね。高崎彩子のメッセージ送信先に新公演よろ。それでもいいです、お願いします。公式サイトのお問い合わせからお問い合わせでみんなじゃあ新公演お願いしますってメール送ってください。一斉にバーって来たら、あどうしたどうしたって多分運営さんもびっくりする、なんかざわつくと思うので、そうかこんなにファンの方が新公演を願っているならって多分考えるはずです。やってみるしか、やってみてください。じゃあそう、急な組織票響くかもしれないよ。よろしくお願いします。ファンの皆さんからも、私たちからも言ってみるね。花だれはそろそろ、花だれはそろそろ、そろそろでしょかねって言って、花だれはそろそろでしょかねって言って、あの圧をは与えないぐらいにして、おにゃかいっぱいで一緒に跳ね上がれわって言って、ちょっと可愛く言って、で、あのそれはまあ私たちから言えることで、で、あの皆さんからは結構もう熱くお願いします。新しい公演希望しております、希望切実に願っておりますって言って。私たちメンバーはちょっとそんななんかあれなのでっていうか私たちからも言うんですけど、ファンの皆さんからもちょっと誰終えて新しいメンバーいかがですかって問い合わせてください。
秋元先生以外で、秋元先生以外だったらそうですね、他の方。あのさ、誰だっけ、ちょっと名前が思い出せないけど、君に振られて最上級に可愛いのの振り付けさん、振り付け師さん、振り付け師さんと、振り付け師さんはプロデュースしないか、これが愛子なのわかるけど、愛子さん、愛子先生、なんで愛子先生なんですか先生じゃないです、私は、ノー、先生ノで、マイコプロデュース公演、プロデュースしてみたいけどね、でも私公演は自信がない、公演はねちょっと自信ないな、コンサートのあれはやってみたい、プロデュース、うん、STU のコンサートのプロデュースやってみたい、あかりんさんね言ってたよね、プロデュース公演、コジフェスコジフェス、田辺さん、かわいい、ありがとう。
そうですね、スタジオの瀬戸は考えたことある。アイドルなんかじゃなければ好きだと伝えられるのに。オジフェスはそうですね、こじんまりとした人を呼びますね。こじんまり、こじんまりフェスティバルなので、こじんま、こじんま、こじんまりフェス、こじまフェス、こじフェス。そうですよ、こじんまりとした人を呼ぶこじフェスです。こじんまはい、こじんまりとした会場。すごいですかね、こじんまりしてるフェスだから、なんか一室とかですよね、会議室、会議室とかです。こじんまりと会議室で行われる、で行われるフェスです。隅っこのあんまり使われない会議室でこじんまりします。やめてください、集会、集会じゃないです、一応フェスなので。一応フェスですね。はい。わ、お腹空いてくる。喋ってたらお腹空いてきました。あのさ、サーティワンのさ、アイス10個詰め放題みたいなやつ、1270円で切るやつ、あれめっちゃ行きたいんだよね。私あのね、事務所の会議室で、会議室じゃないわ、事務所のなんかどっか空き部屋でみんなでパーティーしたい。あれカップがなくて困ってるらしい。そうなんですか。ツイッターの調べ見ました。それさ、パーティーしてさ、そう、2期生会したいなと思って。あんまそういうことを事務所でしてきてなかったから、楽しそうだなと思ってちょっと企画してます。第1回コジフェス。みんな来てくれるかな。でもリコチはすごいノリノリだった。 LINE したんですよ、あのあと、アイスパーティーやりたい、あれ本当にやりたいって言って。そしたら、え、やろうよって、ノリノリ、乗り気だったから、やりたい、5月末までだから。でも誰が
さあ来てくれるかな。誰が呼んだら、みんな2期生ラインにさ言ってみようかな。アイスパーティーしませんかってスケジュール次第。まあそうですよね。マネージャーさんに、マネージャーさんに事務所の一室借りていいですかってまず許可も取らないと。あ、じゃあさ、私がさ事務所でアイスパーティーしてたら誰が集まるかっていうのをやってみたいですね。どこまでみんなが集まるか、どれぐらいの人数が集まるか そう、あのね、ネックなのはアイス代なんです。アイス代がねアイス代かかるじゃないですか。マネージャーさんに買ってきてもらおうかな。マネージャーさんマネージャーさんマネーで企画にして経費で、え、企画にしようかな。 YouTube とかいいんじゃない。 STU ラボ、まあでも一番いいのはアイスパーティー事務所でします、一緒に買いに行きま、参加される方は一緒に買いに行きましょうって言って、一人10個ちゃんと参加メンバー買って、で事務所でショールームの配信を参加する人だけやるっていう、それが一番いいよね。お金のなんか動きもなくてだから今から大事なのは、今から重要なのは誰参加する、誰が参加するか、事務所でできるのか一人10個、参加するものは必ず一人10個買うという、それは必須これですね。参加する人、参加する人は必ず10個買う、そのイベントに乗っかる、で事務所を借りれるか問題、これですね。ガチ感増してきた
楽しそうじゃないですか。え、全然2期生だけじゃなくてもいいよ。それはもう参加したいものが参加したいものがどうぞどうぞどうぞお越しください。事務所に冷蔵庫あるから、まあやばいってなったら冷凍庫に入れればいい。楽しいですね。ちょっと企画してみよう。サーティワンの中で一番好きなアイス？やっぱりそれは。ポッピングシャワーでしょ。でもさ、みんなもさ、その他のメンバーとのさ、やりとりというか、その関係性知りたいじゃないですか。知りたいでしょ。だから、良くない？後輩とか先輩とのどういう、なんだろう、やり取りを普段してるのかとかもっと知りたいよね。やっぱね、たくさん人数いたらそういうやり取りがさ、見てるのが楽しくない？それが醍醐味だよね。いや、グループってそれが醍醐味だよね。私はそう思うよ。他のメンバーとのじゃり合い、やっぱね、そうなんだよ。やっぱ、うん、醍醐味だよ。研究生のみんなとは、なんかね、喋ったこと、ちゃんと喋ったことが、ある子いないわけではない。いや、いるね。だからこそどんな子なのか知りたい。メンバー交流企画いいね、やりたいな。
タタ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 タなんか足が寒いな。今日のメイクのポイントはですね、また新しく買ったアイラインを引きました。そしてへこんだ眉毛をですね付け足しましたそして目元、涙袋にキラキラをつけております。そしてまつげがバサバサです。そして新しくリップを買いました。最強です。イエー、リップですか？リップはどこのだったっけ？ちょっと待って。これどこのだったっけ？リップはね。リップポーションってやつです。これめっちゃ好き。形が可愛いよ、こんなやつです。最近つけてます。ただ私はね、ライブとかの時はね落ちにくいものをつけるので、こういったもエスポアというねリップのリップをつけてます。これはもうそろそろなくなりそうです。これは潤い足し、これはですね好きなアイドルさんが使ってたので真似して買っちゃいました。これは潤いを足すやつです。私がいつも公演とかステージに立つ前はこのね、リップポーチがあるんですけど、リップ鏡とリップを何色かリップ入れて、何種類か入れて、でここにまつげを上げる
まつげ上げのビューラーを入れて、これを舞台袖とかに置いてます楽屋まで戻れない時とかあるので、そんな簡単にこれ置いてます。化粧品は月にどれくらいのお金、でも私そんなに頻繁に買わない。なんかあいるなとか、ちょっと新しいやつ入荷したいなって時にまとめて買う。だからそのね、何にも買わない時は何にも買わないし、めっちゃ買う月はめっちゃ買うって感じ。持ち上げてた。カチャカチャカチャ日差しのムーフィーさん、チャ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 、もし急に引力なんて存在しなかったら、僕が見ていたのはこういう意味で見てほしい、勝手に描いてた上にラス愛の目で分かったよ、君の気持ち背負ってみて知った、心が染み出るくらい、なんかまるで世界担ぐような重さ、今の気と比べてみればいいのだろう、無責任に愛した頃は軽々とっとっとっと打ち上げてた。ピアス持ってくるピアス、チャンジャラチャン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 チャ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 、人は本気になれば何でも動かすことができる、肩から持ち捕まえて移動、小じばのぼこじからさ移動する見てよいしょよいしょよいしょ
よいしょよいしょよいしょてれてれだって、に書いてたちゃんと考えなきゃだね、気持ちなんか違う思いとか完璧判断できないよ言えないから、きっとしそうでいて自分いつも傾いてるんだって思っていた、そのバランス真実とは後で流されるもの、君を失いたくない、わっしょいわっしょいスクワットだから僕は強くない、どんな涙だって流してシュッてあげるよ、流してシュッ、人を愛す言葉限りなく思い、ウェイ、愛の重さ初めて分かったよ、君の気持ち背負ってみて知った、心がしびれるくらい、わわわわなんかまるで世界がつくよ今のどっこいどっこいな無責任に愛した頃は軽々カマキリカマキリ持ち上げてた、見る話すちゃん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 てんてん持ち上げて持ち上げてすっ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 す、はいもっと持ち上げポン、はい、これがね振り付けです、愛した頃は軽々カマキリ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 持ち上げて、覚えてください、カマキリダンスです、私が好きなのはカジバのバカジカラサですここ好きですね、カジバのバカジカラサ移動する森田はっはっはコジマのバカ力じゃないよ、カジマだよチュ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 くるくるトントン、あ、しこしファー、でもねクリエイトボーイさんに振り入れしてもらうときとか結構こういうなんかチョンチョンポンポンコシコシヒューとか結構言われますよ結構あるあるある、あのクリエイトボーイさんの YouTube とか見てたらそういうなんか面白い覚え方が出てきますよ見てみてください、覚えたい方はどうぞ、
しょ。回してキュッ回してキュッとか言ってますよ振り付けの解説動画。え、わかる。私もクリエイトさんの TikTok 結構見る。てか TikTok さ、ずっと見てたら止まらないよね。覚える時ね、イメージ湧いて覚えやすい。そうなんですよ。キュン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 どうして、キュン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 どうして、 I just fall in love with you。 タラタラタタタラタタタタタラタタタラタタタラタタ。また歌番組に出られるといいね。それではそろそろ配信終わります。13位チャイコさん、12位カジさん、11位ウリンちゃん、10位ハイキーさん、9位ミツルンさん、8位お疲れさん、7位シロフクロウさん、6位ケンケンさん、5位デサイズハートさん、4位マグさん、3位ウミガメさん、2位ジャボテンさん、1位はクジマスさん、ありがとうございました。いつもありがとうね。それではまた明日、おやすみなさーい。